はい、先ほどはロイバル選手対平君のこう試合も超熱く語ってたんですけども、はい、ついに年末ですね、12月 USC の方のナンバーカードで朝倉海選手対パントゥージャセミですね、コメインで決まりました。ということでそれについて熱く語っていきたいと思います。では行きましょう。おー、決勝ですよね、朝倉海選手とパントゥージャの方がセミで T-Mobile アリーナで12月で決まるっていうのを発表されたんですけども、で自分の中ではもういきなりタイトルマッチも全然ありだと思いますね。でやっぱり USC のフライ級なかなかこう選手が詰まってたっていうのもあるんで、パントゥージャになるともう本当に ATT 対 JTT ってすごいですよね。日本トップチームがアメリカントップチームでやるっていう形で、朝倉海選手の魅力は何て言ってもその瞬発力のある打撃がすごい魅力的ですよね。でアメリカの方とかにも修行に行ったりし、タイとかにも行ってますし、で実際メラブ選手だったりこうトップの選手ともやってるんで、 USC のレベルっていうのが多分朝倉海選手分かってると思うんで、まあ、そのスピードを生かした戦いが魅力だと思うんですけども、で逆にパントゥージャどうなのっていう話があると思うんですよね。 USC フライ級なかなか層もあれだしっていう感じですけど、パントゥージャ今日平君がやったロイバルとこう2回勝ってる選手になるんであれなんですけども、パントゥージャ一番初めにマネルケープが USC から、USC に登場した時に初め門番みたいな形でやってたんですけど、やっぱパントゥージャは別にマネルケープでやっても別に打撃で打ち負けるとかってないですし、あとバックに回ったりとかもこう非凡な才能があるんですよね。だからもう本当に昔と違ってこうレベルが上がってるっていうか、だからそう考えると朝倉選手前日本でやってる時マネルケープでやった時にマネルケープが干渉してるっていうのもあるんで、まあ、そこからどっちが伸びてるかっていう話があるんですけども、パントゥージャその中でケープを倒してどんどんさらに連勝してって、で USC 王者取ったのはUSC のもうフライ級のまあスターであったモレノから取ってるっていうのもあるんで、でモレノは前も言いましたけどフィゲレードとこう五分な感じで、フィゲレードは今バンタム級で次ボトルヤンってやるぐらい強い感じの選手ですからね。だからその辺に勝ってこうチャンピオンになってるパントゥージャが弱いわけないんですよ。でよくATT パウンド4ファンドは堀口選手だっていうのは話あると思うんですけど、あれは自分の中では、まあ、日本向けだと思ってて、当然パントゥージャはそんな話多分聞いたことないだろうし、それは USC のフライ級王者になっててトップなんだから、それは自分が明らかに王様だと思ってますよね。もうそんなのは当たり前じゃないですか。でそう考えるともうパントゥージャは多分自信満々でこう日本から来る刺客をこう倒すみたいな形になってると思うんで、だからパントゥージャは多分日本の中ではなんとなく ATT にいて堀口選手の方が格上なんじゃないかみたいに思われてますけど、その辺があるだけでパントゥージャも自分はめちゃくちゃ強いと思ってます。そんでまた5ラウンドですよね。でパントゥージャは何がそのさっきも言いました打撃だけじゃなくてそのロイバルからチョーク切って落とすみたいな感じで、やっぱり寝技も強いんで、あとそのロイバルみたいなタフファイトもできるという形で、その朝倉海選手の勝機としてやっぱ早いラウンドの KO ですよね。それがなかなか伸びてくると多分朝倉海選手とか瞬発力とかで多分タックル切るとうまいんですけど、パントゥージャのこうなんすかね、ドロドロとした沼にはまっちゃうんじゃないかなっていうのが一番怖い展開だと思います。でまあ本当に今回の平選手とかもやっぱり5ラウンドってなると全然話が変わってくるんで、であれですね、パントゥージャもフライ級なのに今回のラスベガスでセミっていうとなかなかもうこのペーパービューもありますしビッグマッチになるんで、ただもう朝倉海選手それだけこう今度セミでやるっていうのが期待されていて、まあ、今日ちょっと若手の人に話しててじゃあ朝倉選手どうなのっていうと、意外とやっぱり USC やっぱ平君がこう一個一個上がってきてあそこまで来たっていうのがあるんで、朝倉海選手いきなりチャンピオンマッチっていうのを一個挟んでほしかったなって意見もあるんですけど、自分の中ではやっぱり朝倉海選手が一番旬の時にバンって出てくるのがやっぱ一番インパクトがあると思うんで、このカード本当に見ものですよね。で結局 USC でも今までベラトールから来たアルバレスとこうチャンピオンになったりもしてますし、ゲージだったりいろいろ他団体から来た選手やっぱ活躍してるんで、あとまあイリーもあれですよね、ライジンから来てこう USC 王者になったりもしてますんで、だから朝倉海選手の試合は多分めちゃくちゃ注目されると思います。でそれを引っ提げてどっかで多分この流れからすると多分 USC の日本大会が来て朝倉海選手が出たりとか平君が出たりとかしたらもうめちゃくちゃ盛り上がりますよね。いやまあ朝倉海選手ちょっとこの間の別に喋ったりはしてないんですけども、
高木が試合した時、ライジンの試合した時、まあ、控え室が JTT と一緒だったんで、その時にエリーとビリーとこう朝倉海選手とかこう試合とかを見てたりしてたんですけども、やっぱ見てる姿が真摯で、やっぱ格闘技に対する愛っていうのを非常に感じますよね。で、自分の中では日本人でもこんだけボクシングでも活躍したり、レスリングでも活躍しててるんで、日本人でも全然 UFC のチャンピオン、ただ UFC って本当に今層が厚いから、だからどの国でもこうチャンピオンになるの難しいんですけども、なんで朝倉海選手が活躍してくれれば、でまた平君もいるって感じで、もう本当楽しみですよね。で、あのちょっといきなりさっき朝倉海選手が今度タイトルマッチにすることに関しても、 UFC ってもともとランキングありますけど、なんかこれ以前も話したことあると思うんですけど、もともとランキングっていうのがなくて、 UFC のこう有識者っていうか記者とかでランキングを作ってて、 UFC もなんとなくそれをこう利用する形で、まあランキングって10位とか6位とか書いてあった方がいいなっていう感じで使ってただけなんで、ランキング内にいないと多分試合できないとかっていうのがないんで、だからそういう意味では、あの朝倉海選手が結局もう格闘技なんで、もう結果が全てですよね。パントゥーシャに勝って別に朝倉海選手が強かったらもうそれがいいわけじゃないですか。だからなんかもうその結果がどうなるかっていうのもみんな注目してもらえればと思います。で、まあ、今 U-NEXT で見れますし、本当に楽しみですよね。まあ、今ライジンも盛り上がってますし、 UFC も見て、もう本当 MMA はもう今見るのに旬なんで、はい、ぜひもうこの熱い思いでみんなで応援して UFC 楽しましょう。はい。で、あの浅くあの平選手とロイバル選手に関しての試合に関しては1個前の動画で上げてますんで、両方見て楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございました。